キャプテン翔太様並びに関係者の皆様、この度は私の動画においてキャプテン翔太様のフリー素材を使用し不適切な内容を含む動画を多数投稿したことに対し深くお詫び申し上げます。特に最近の動画においてキャプテン翔太様のイメージを損なうような内容を含み、キャプテン翔太様の YouTube 活動に多大なるご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。今回私はキャプテン翔太様から一つの動画をいただきました。おそらくこの動画の内容はキャプテン翔太様がお怒りになっている動画だと思います。私一人で怒られるのは嫌なので、この動画を見ている視聴者さんと一緒に怒られようと思います。それでは動画どうぞ。誕生日なんでしょ？で、ライトつけて全部。はい。オッケー。アイドルアイドルアイドル。ライト全部つけて。どれで撮る？もうこれで、こっちに撮る？せっかくならね、誕生日だから。緊急撮影ですか？オッケー。芝居に送るやつ。芝居に送るやつ。本当に？うん、誕生日なんだって。いいよ。3、2、君は知ってるだろうか。君は知っているだろうか。君は知っているだろうか。君は知ってるだろうか。君は知っているだろうか。君は知っているだろうか。君は知ってるだろうか。君は知っているだろうか。君は知っているだろうか。赤ゴリ赤ゴリ赤ゴリラ。赤ゴリラ。赤ゴリラ。青ゴリラ。Happy birthday.青ゴリラ。赤ゴリラ。ありがとうございます。あ、この動画ゆっくり実況だったんだ。ということでこの動画の投稿日、5月18日は柴襟の誕生日です。この動画の投稿日6月16日だけどね。誤差だね。で、誕生日にツイッターでツイートをしましたら、ツイッターじゃなくて、君は知っているだろうか。こんにちは、エピックのエマイです。バトルパスについてお話しします。3、2、1、ゴー。
生が失踪していることを君は知っているだろうか。イエスです。俺より面白くない。自分らしくプレイしましょう。早く蘇生して、早く蘇生して、早く蘇生。赤ゴリラ。急にカオスバトル始めないでね。で、何の話してたっけ？ツイッターで誕生日ってツイートしたって話してたよ。あ、そうだ。こんな感じで誕生日ツイートをしましたら、キャプテンさんの編集をやられているザエモンさんから一つの動画が送られてきました。その動画が冒頭の動画ってことですか？イエスです。キャプテンさん、そしてザエモンさん、本当にありがとうございました。怒られてもおかしくない動画たくさんあったのに、こんな風に動画を送ってもらえるってすごいね。人生で一番嬉しかった誕生日プレゼントは何ですか？って聞かれたら、赤ゴリラ。これって答えちゃうぐらい嬉しかったです。キャプテンさんがキャプテンの器でよかったね。あ、そうだ。今回独自のルートを使ってキャプテンさんに関するとんでも情報を手に入れました。何それ？このことについては来週投稿する動画で話すので、気になる方はチャンネル登録をして次の動画を待っててください。絶対にしょうもなさそう。それはどうかな。ということで、ちゃちゃっとビクロイを撮って今日の動画は終わります。あ、これフォートナイトの動画だったんだ。そうだよ。この前のアップデで激おもろ武器がたくさん追加されて結構た。楽しそうなゲームだね。うん。このギターの武器ジョジョでこんなスタンド使いたよね。レッドホットチリペッパーのことかな？それ。でもこの武器はメタリカコラボのミシックだよ。鉄分を操る能力じゃないんだ。そのメタリカじゃないからね。での話をしていたら無事ビクロイが取れました。ナイスマグレ。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、そしてクリエイターサポート。SERI を、よろしく、お願いします。それじゃあまた別の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。ちょっと待って。